ただいまから原水爆禁止運動福山推進連盟主催によります第68回原爆福山戦没者慰霊式を行います。黙祷。戦争を知らない世代が多くを占めるようになった今日、戦争の悲惨さ、核兵器のもたらす無残さ、平和の大切さを次の世代へ伝え続けることは、今を生きる私たちに課せられた重大な責務であります。今度こそ、広島や長崎のような核兵器による被害を起こさないために、銃や爆弾を武器にするのではなく、人を思いやる気持ちを武器にして、平和な世界を共に実現していかなければなりません。